来ました、世界の果てまで行ってしまう第4回目です。好評ですか？いや、どうよ、コメント欄とか見る感じ、 あのですね、見ていただいてる方にはすごい好評です、うんうん、あの面白いとか、こんな瞬間しかできないとか、続けてくれって言われますけど、あんまり伸びてないね。まあ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 、もうちょい伸びてもいいよ。 K 君もさ、この間あのこれは有料ですみたいな感じでさ、うん、ストーリーインスタ上げててくれてたじゃん。自分で言うのも変だけど、本当に内容がね、うん、すごい濃いというかね、いいものになってますね、うんうん、だからまあ俺は絶対続けていくんで、うん、ちょっと引き続き俺のサッカーを見てくださって、サッカーをだけを見てる方もいると思うんですけど、うん、ちょっと一回ね見てみてもらってね。そうですね、うん、でまあ今日もじゃあ続編ということで。そうです。今日はどなたですか？今日の選手はフェアモービー選手です。なんでフェアモービー、はい、日本人じゃない？いや、日本の血入ってる。日本の血が入ってる、はい、まあ、ハーフの選手ということ で、経歴からじゃあちょっと話させていただくと、はい、東京ヴェルディジュニア、ジュニアユース育成の名門ですよ、ヴェルディっつったら。そう、うん、でユースまでいて、うんうんうん、でそっからあいつ、あのごめん、ここで言うのもおかしいな、まあここでいいか。まずあいつパスポート3つ持ってるっす。普通は日本とどっかとかならわかるじゃん、うん、まあ、日本人 と、スイス人のハーフでプラスアメリカ生まれなのアメリカって生まれたらパスポートゲットできるのよ。なるほどね。そうだから3つ持ってる。アメリカの血は入ってないのかな？入ってない。でもアメリカのパスポート持ってるから、うんうんうん、東京ヴェルディの途中で、うん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 、アメリカ U17 代表入って、すごいな、ワールドカップ出てて U17 アンダー17のワールドカップ、ね、そう。でもそこで辞めて、はいはいはい、でスイスとのハーフって言ってたじゃん、うん、だから次スイスのバーゼル分かるでしょ。バーゼルめちゃくちゃ有名ですよ、ね、バーゼルのアンダー21入って、スイスのバーゼルって言ったら誰かいて、柿谷とか、ね、あ、いたいたいた、柿谷バーゼルいて、うんうん、その後一回日本帰ってきて、はいはい、相模原いたんよ急に急に、うん、で相模原の時俺とね、俺専修大学いたん、天皇杯とかでも戦って、うんうんうん、まあ俺が勝ちましたけどね。お前言う必要あるか。まあまあまあ、そうやったんよ、うん、ここからベトナムも行って、うんうん、で今アメリカ2部に戻ってます。なるほど。じゃあアメリカリーグの2部と。そう、うん、あ、ごめん言い忘れた、1回アメリカ1部にもいたことあるわ。へえ。そう、とりあえずじゃあもう見ていきますか、はい、早速モービー元気かな、ポチ。中チュンチャンネルの皆さん、モービーです。中チュン言うてますよ、俺は誰かって思いますけど、スズメモービーです。日本語忘れました結構昨日、おとといですね、試合があってアウェーで、で今日月曜日なんですけど、帰ってきてリカバリーデーということ で、ね、練習終わりました。でこれがちょっとロッカールーム紹介したいと思います。はい、これが練習場&スタジアムです。カルディネリー・スタジアム、かっこいい。でこうあってね、今からロッカールームに入っていきたいと思います。ふざけてんな言い方あれね。でこう、これがロッカールームです、うん、いいね。ちょっと今汚いんですけど、練習中なんで、うん、こうね、ここにでっかくユニオン、片方だけ動かすんや。ユニオンモビフェア13番、ホワイトボードがあって、カレンダーがあって、でっかいテレビ、まあ、ここは朝ごはん、トースター、パン、コーヒーで、ここにお昼が弁当か、毎日来るんですけど、まずいです正直言うなで、ここを抜けると、外国人は結構ストレートに行くから、あ、なるほど、まずいもまずい、スタジアムに抜けるっていう感じですね。綺麗ですよこれ。あんまり試合してない子たち、バーガーだったりベンチの子たちが今練習してます。なるほどね。こんな感じで、これがスタジアムです。人工芝ですね。人工芝なんですね、うん、まあ、ちょっとアメリカ人工芝、練習の風景見ますか。わあ、いいボール、いいタッチ、はい、キーパー真正面集中。おい、お前こいつ日本語だから何言ってもいいと思って言ってるやろ。伝わらないからね。ハンドじゃないです、続けましょうほんで
この体の大きさで、うわー、ドリブラー出てない子たちって試合にすごいよね。全員うまそうだ。外すんかい、外すんかい。外すことあるよこちらチェース&バレスキーです。かっけー、10番とそんなホームイスチャンネル。あー、ワゴワン、ワゴワン、どういう、わかんない、わかんないよ。ここがスタジアムで、こっちがスポンサーとか、試合の日スポンサーとかが行くとこです。関係者席かな。まあ明日カップ戦なんですけど。え、めっちゃ連戦じゃん。そうね、思った。昨日明日の試合、秋か。ボツでかすぎやろ。キーパーでか、キーパーもでけえし。でもアメリカ人かわかんない。てかアメリカなんてもういろんな国籍選手がいるからさ。これが監督です。イギリス人、有名監督、プレミアで100試合以上出てるおっちゃんです。プレイヤーで、プレイヤーで100試合って3シーズンは出てるから。陽気でね、みんな話して。ちょっと VIP ゾーン行きますか。ここゲームの時バーでね、スタジアムもゆっくり見て回ってくれてるわ。そうだね、いいんや。出てね、ガシガシ入ってって、こうスポンサーとか家族とかがここで試合を見る感じですね。まあ結構ゴール裏ということで。いや、そうだよね、真ん中の方がええやん。日本だとど真ん中だよね。うん、セボラ、こんにちは、こんにちは。あんまり帰ってきてないな、こんにちは。まだやり続けて、まだやってるよ。こんにちは。お前邪魔すな、ボール当たってたぞ。決めろよお前。決めろよ、ワクワク。はい、まだまだ続きます。紹介動画スタジアム編。ここがですね、フロントのオフィスです。入っていいのかな。入った。すごいなこの人。入ろう、めっちゃジムしてるとこに。バイガイズ。ダメそうやった。はい、まだ続きます。すごいな、続きます。スタジアム紹介、トレーナールーム、試合前ね、テーピングとかいろいろねやるところですね。はい、練習終わりましたけど、まだ練習場、グラウンド場、スタジアム紹介続きます。おお、さっきねスタジアム陣芝あったんですけど、実は天然芝の練習場が2つあります。おえ、今から陣芝が公式戦で、陣芝で練習。まずそう、アメリカはね、あの環境がすごいよ。大学ですらすっごい施設だし、もうスポーツね、うん、めちゃくちゃ力入れてるから。そうなんよね、うん、お金のかけ方がいかついよね。いや、そうそう、サッカーなんて一番メジャーじゃないけど、うんうん、もうこんな感じで。とりあえずじゃあ今から天然芝も見れるのかな、うんうん、いきますね。はい、じゃあタララッタッタドライブか。天然芝頑張る。2面の練習場です。こんな感じで天然芝があります、まあ、ぶっちゃけ天然芝あんま状態良くないっす。だけどそんなね、文句は言わないで、天然芝でできることが幸せです。はい、こちらからは中旬チャンネル、おはようございます。今日は試合日当日ですね、カップ戦があります。おいしょ、まあ、日本でいう天皇杯ですね。僕が今所属してる USL チャンピオンシップは、まあ、J リーグで言うと J2 2部カテゴリーなんですけど、今日の天皇杯の試合はなんとメジャーリーグサッカー、うう、まあ、J1 ですね、ホームで夜7時から試合があります、ね、で今これが醍醐味なんです、カップ戦の。朝の11時半ぐらいなんですけど、スタバでコーヒーを買いに行きます。でなんかね、まあ、試合の1日のルーティンを紹介していきます。はい、こんにちは。試合日ですね。さっきスタバ行って帰ってきて、もうなんとお昼食べたらもう2時ぐらいです。今7時キックオフで、暇なんで家紹介しちゃいます。家
見たい。はい、お待ちかね、おうち紹介タイム。これが僕の外の風景ですね。家、立派なお家ですよ。車のガラージ、ガラージ、アメリカっぽいね、ガラージがアメリカっぽいね。確かに。まあ、こう入っていきますと、僕の愛車電動チャリ、まあ、練習場がね、家から5分ぐらいっていうことなんで、チャリで使ってます。まあ、ここを抜けると、まあ、こんな感じでね。うわー、作りがアメリカっぽい。そうだね、ガラージから入るんだ。このドア抜けたら、無視してやろうか思ったけど、この部屋は洗濯機乾燥機部屋ですね。あ、そういうことか。普通にこれ日本のね、なんかワンルームぐらいあるの。確かに広さですね、寝れる、うん、洗濯機部屋で、ここ抜けると、間取りは 2LDK ですね。トイレこんな感じで、イエーみたいなみたいな。で、ここが僕の部屋、僕のお部屋です。じゃじゃーん、シンプルで片付いてるけどね。こうね、ソファー、ベッドに机。僕今大学なんで、大学の勉強が多いです。ここで座ってね、何時間もパソコンに向き合って。本当かよ、マジでつまんないです。んで、まあちょっとね、いい感じなペインティング、待ってくれ、まあ、ストレッチゾーンだったりね、いいな、なんかこうテレビ、ゲーム、プレステ、スイッチ、いい家だね。クローゼット、やっぱ洋服が好きです。で、洋服結構多いですね。確かにこいつおしゃれかも、まあ、結構ファッションが好きなんで、洋服頑張ってます。まあ、キッチン、キッチンなんもないですね。なんもねえな、キッチン。はい、ルームメイトの JJ。 いやー、こんにちは、こんにちは。Where are you from? ジャメイカ。ジャメイカマン、ジャマイカ人です。なんか作ってます。Coming to Japan. Coming to Japan. Yes. イエーイ。うまそうですね、料理。彼、やっぱジャマイカ人はね、料理できるんですよ。ここね、庭があります。ゆるいな、ね、たまにここでコーヒーしたり、本読んだり。まあ、外ね、庭の風景こんな感じで、まったりしてるな。してるね。試合の日か、本当に。確かに忘れてたわ。キッチンエリア抜けて、廊下をね、抜けると、ここはリビングですね。リビングルーム、何もないです。まあ、とにかく広い。やっぱアメリカ広いですね、家は。まあ、本当はここでテレビあるはずなんですけど、ほんまや、リビングルームでテレビ置く、俺は家、部屋から出ないんで、ここには全くいません。まあ、こんな感じで家、全然入れそう。家紹介終わりです。いい家だね。はい、試合会場やってきました。皆さんお待ちかねの試合ですね。まあ、試合までは1時間半。本当に待ったよ全部部屋見てしもた。何にもないリビングまでこいつなんかさ、洋服変わりすぎちゃう。私黄色だったりね、黄色だったり。コーヒー買いに行く前と、うん、今なんかまたこれになって、お前1日3回向き合うことあんまないやろ。よし、じゃあやっと来ました、試合の日。見ていきましょう。行こうよ、うん、きます。試合までは1時間半ぐらいあるんで、それまでの風景を撮影していけたらなと思います。まだ試合は見れなそうやね、ここセキュリティ。え、いかつ。セキュリティね、アメリカ鉄砲、鉄砲とかあるから。なるほど、危ない危ない。スタジアム入っていきたいと思います。ここ選手の入り口ですね。写真撮影があって、お、撮られてるよ、モビーね、これね、カメラ and カメラ。Yo, say what's up to the vlog. What up? Hawaii. NBA Finals. Lakers? It's a Japanese channel. I'll hook you up. Yo, can you, I'm asking you a favor later though. All right. おい、なんかずっと喋ってるよ。はい。おい、かっけー。行く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 。試合ですね。Look at this guy. おい、陽キャすごいな。かっけー。アメリカ、アメリカ、マジで。
シーシェチューリーうざいうざいイエーうざいシーシーカイパパパピートウゴウゴウゴガチ全員やるよえ、そうだよ This guy ジャマイカジャマイカなんか踊ってるねなんか踊ってるねえい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 キーパーキーパーキーパーってな感じでねこんな感じで試合前のロッカールームでーすはいやってきましたスタンド側後ろ側ですまあグッズ屋さんがあってお客さんが来る側かポテト屋さんジャガバタあるかな何やろポテト屋さんがあってチュロスがあったりファンたちがビール飲んだりねほらガーデンビールガーデンビアガーデンですねいいねうわ初めて来るいいですね Our number one fan Say what's up to Japan Okay, what's up, Moe? Hi, Japan, how are ya? こんにちはこんにちはアメリカンだねいる日本に俺通報しちゃう日本いたらアメリカンですよこれがいやアメリカンだねでも海外は俺がいた国も、うん、あのヨーロッパとかはこうやって全員とこうやってやってってた、ね、クラブハウス入るときいや日本と全日本じゃないじゃんいや仲悪い選手とかも中にいるじゃんいるかもしれないなんか悪くないけど良くない選手とか確かに確かにいやめちゃくちゃいいじゃないですかいい文化だよねこうやって、うん、日本でも入らせてこいよかっこいいぐらい練習場行ってみんなとさでもどう自分が嫌いなやつこれできたら SS ってなるけどいやでもそれがきっかけでさいやそうだね大事大事しんないじゃんいきますはい Friends are YouTube channel Oh that's cool Yeah she's not showing the background and stuff Yeah yeah Good to see you Yeah you too 俺も YouTube の話してる Karen Say hello To my followers in Japan Nice We're doing a little YouTube channel, yeah えI know, I know I've never been here actually It's nice, it's very nice 影で今こうハグみたいな影がエロチックでした It gets pretty rowdy Oh nice, no, it's amazing Yeah, it's cool あっちだと当たり前だから いいですねこうテレビもあるんだここ試合見れたりね見れるはずっとアメリカンっていうか日本離れというかこんな感じでビアガーデンやっております試合集中しないとまあこんな感じでスタジアム紹介は終わりです相手一部ですか来た急に3番目かっけえかっけえよ外国人みんなでっけえしおいすっげえいいところからカメラ撮ってくれてんのか分かんないけどうわめっちゃ入ってる人めっちゃ入ってる人めっちゃ近いねっ体重ショートしたおいお前足痛いんかお前あんのおもろすぎんこの人こいつちょっとまだわかんないよ確かに一回外出ただけかもしれないからあ確かに確かに確かにでももし一回止めちゃったから話すけどこいつなんか俺らもさえ本当にサッカーの試合の日っていう話をしててさ家とか当日だよねのんびり部屋紹介もしてくれて前日だっけいやいやこれあの家紹介は当日当日だよねまたスタジアムの紹介みたいなしてて、うん、試合前に気さくにエイスやってエイス怪我いやまだわかんないからだってめっちゃ付けの押さえてるじゃん負傷退場かこれおいいや戻ってきてほしいけどはいちょっともうちょい見てみましょう見るか見るか、はい、OK 見ますおはようございます試合の次の日の朝です昨日の試合結果はなんとメジャーリーグサッカーサンホゼ・エルスクエイクスに1対0で勝ちました素晴らしいすごい最高です嬉しいですでまたね次もこのカップ戦で MLS と試合ができるんですごい楽しみですでこれで僕のアメリカ Vlog っていうんですか日本語で Vlog おしまいですカリフォルニアにいるんで皆さん遊びに来てください
あと彼女募集中です。中島ちゃんとまたそういう使い方してる。バイバイ。いやあのアメリカのイケイケ男から撮ってもらいました。なんだあのちょっと付け根痛かったの。別に大丈夫だったの。詳細は謎のまんま終わって、まあでも勝ったのすごい。そうだね、勝ったっぽかったね。 MLS のチームにねしっかり勝ってね、うん、モービーもタトゥーすごかったね。アメリカ感がすごい詰まった動画。それこそタトゥーもそうだし、うん、家もそう、キャラね、一人一人のキャラとか、うんうんうん、これはまあ本当に日本じゃないよ、ね、アメリカだよね。ごめん、でも俺もめっちゃタトゥー入ってる。俺みたいな見た目だったら正直ちょっと入っててもおかしくないと思うんだけど、シュン君だって結構ベビーフェイスの中でさ、うん、タトゥー、そうでしょ。俺も海外にいたからさ、まあ海外いた時ありましたけど、うん、タトゥー、どんなタトゥー入ってんの。ドラゴン。待って、前回ハンニャについて今回ドラゴン、うん、あ、ハンニャの横に入れちゃった。いや、ハンニャの横にドラゴン、待って、めちゃくちゃいかついやん。どう、背中どこに入れてんの。そう、背中に大きく、背中に大きくドラゴン、うん、それどんなドラゴンなの。つかじ。いや、ドランクドラゴンのつかじやった。し、待ってくれ、おい、もうええて。前回ハンニャ入れたって言ってハンニャのカナダやったでしょ。ドランクドラゴンの塚地入れてるよ、ハンニャの隣に。モーフィー君ごめん、もうちゃんと感想言って終わろうと思ったけど。ごめん、ちょっと今回あの、うん、ボケるところが少なくてさ、絡んできたサポーターとかがさ、まず絡んでくることもそう、絡み方もそう、あの見た目もそう、距離が近いのかな、人と人との距離。それこそスキンシップの取り合いとかもそうだしさ、やっぱりそのアメリカンだよね。それが日本は日本でさ、その相手の気を使うって、それがいい面でもあり、ちょっとやっぱ距離は遠かったりするから、うん、いやちょっとモービー君の活躍がどうだったかは分かりませんけど、うん、あんだけ設備のある環境で2部のこんなわけわからんず、お礼の2倍ぐらい体ある人を差し置いて出てるわけだから、いやすごいよね、うん、いやすごいいい選手なんだと思いますね。いや今回は結構真面目な回だったんじゃないですか。真面目か。いや真面目ではないけど、なんかその別にボケるものじゃないから、これそもそも海外のサッカー選手がどういう生活をしてるかとか、どういう人間性なのかっていうのを、まあ僕らがその見ながらね、感想ベースで話していく企画なんで。え、そうなの。え、行ってしゅんって、俺どんだけ俺らがボケれるか突っ込めるか企画だと思ったんだけど、相席食堂のテンションで行き過ぎなのよ。あー、マジか。動画のテイストがそうだけど、うん、途中でなんか、おい、何々かって無理に突っ込んでましたから。いや、まあそっちの方もお楽しみください。そう、はい、次は誰かな。毎回言ってるけど、せーの、バイバーイ。